さあ先ほどまでは、はい、それこそマウンド上での、まあ、メンタルだとかそれこそストレートの握りそれからフォームについてお聞きしましたが、はい、ちょっとコアなとこを攻めさせてください、うん、山本昌さんプレートのどこを踏んで投げてたのかなと。今ねプレートすごくいろんなとこね、はい、投げるようになりましてね、僕はもう小さい頃からここでですね、あ一番一塁側の、はい、一塁側で投げてましたね、はい、キャッチボールも僕はキャッチボールするときは必ず対角線にまっすぐボールが行くように調整したんですね。対角線にまっすぐ、だから僕が投げたら相手の心臓にまっすぐボールが行くように、だからこういう角度、こういう角度で行くボールがまっすぐ行くってことは、はい、右バッターのインコースにまっすぐ投げれるという、はい、ことになるじゃないですか、はい、だからそこがシュートしてしまうとやっぱ勝負にならないんですね、だから自分の中でクロスでまっすぐ投げれる、うん、そういうものっていうのをすごく意識してましたので、はい、だから僕のキャッチボールっていうのは相手の心臓に、必ず向かってこっちに行ったりはあんましなかったですね、はい、ほとんどがここにこの辺ですね、顔の真ん中から左半分に僕のボールっていうのはほとんど行きます、はい、それこそ 18.44 でキャッチボールしている時もそれこそ先ほどおっしゃられました川上健信さんとキャッチボール 60m 70m 離れてても、うん、考えられてもやっぱ体の真ん中よりこっち側に行くようにキャッチボールは調整してましたね、はいはい、でねよくね野球教室でもよく言うんでわけですけど、はい、プロでも多いんですけどねこういう掛け方する選手いるんですよね。地面に完全に設置しないで、はい、足をね少し残してる、はい、まあ、こうやって投げなきゃ気持ち悪いかもしれませんけど、じゃあそういうの話聞くと何のためにのっけてる、のっけるんだって言うと蹴るためだって言うんですけど、はい、実際に僕たちってねこう今こうやってやると大体6歩半ぐらいは歩幅を取るんですよ、はい、1,2,3,4,5,6 の半ですもんね、だからこの辺ですよ、はい、うん、つま先がここに来るんですよね、はい、ピッチングフォームでここの足が例えばここについたら、はい、足ってもうめくれてるんですよね、こういうふうに、あ、もうこう、こういうもう足が蹴ってる状態です、はい、蹴れっていうか、だからもう前に行かないと、はい、届かない、出てるんです、だから、はい、マウンドを蹴る動作ってね、じゃあ蹴るってことはこうでしょ、はい、これってできないんですよ、うん、だから僕は野球教室でも、まあ、今からやれる子はこっちにした方がいいよっていうのは1センチでも前から投げた方がいいよ。なるほど、はい、はい、ね、ここだと1センチ後ろ下がっちゃうんで、はい、1センチでも前から投げた方がいいし、はい、やっぱり足ってまっすぐ体重かけて、はい、しかもピッチャーってね、うん、足を立った後に少し股が割れるピッチャーが多いんですよ。股が割れる、はい、外にこういう感じですかね、外に足が立ったらこういう風に、はい、膝が割れるピッチャーが多いんですかね、はい、実際は膝が割れた方がフォーム的には最後こうコントロールをつけるのに一押しが効くんです。一押し、一つ見れるんです、キャッチャーを、はい、ですから本当は股を割ってほしいんですけど、また割らなきゃいけないってわけじゃないんだけどね、うん、また割ってほしいんで、はい、ここにこうやって乗っけたらまた割れないでしょ、はい、あ、そうですね、ロックがね、内側って本当は足上げたらこういう動きをしたいんですよ、うん、ね、なのにここに乗っけたらこういう動きはやりづらいんです、はい、ですからできたら、ね、こっちに乗っけましょうということですね、はい、あと、はい、最近のこう流行りなわけですけど、まあ、左ピッチャーがこっちからね、はい、投げたり、今特に多いですね、そうですね、はい、インコースのまっすぐがまっすぐ行く、でアウトコースには少しこうクロス気味に、はい、行くとか、うん、右ピッチャーがねこっちにもうプレートから出てるピッチャーも、ね、はい、特に阪神の西勇輝投手とか、そうですよね、はい、しかも彼はすごいアウトステップなんだけどこっちにすごくコントロールがいいんですよね、はい、ただああいうピッチャーってのは特殊なんで、うん、まあ、そのあんまり、まあ、真似はしなくてもいいんですけども、はい、これはねやっぱりクロスファイヤー、クロスに入ってくボールっていうのはすごくかっこいい、はい、ね、昔からもう、うん、左ピッチャーはね、はい、インローのまっすぐとか、ね、はい、言いますけども、実際名球会の先輩に聞いたら、いやいやインコースまっすぐじゃない、アウトコースまっすぐだよと、ほとんどの先輩が言います、はい、もう生命線は、うん、一番遠いところのまっすぐ、はい、
左ピッチャーなら右バッターのアウトローのまっすぐ、うん、そういうふうに僕もそういうふうに思ってたので、はい、ですから僕はこっちからまっすぐアウトコースに投げる、うん、ようにいつもしていました、はいはい、あのインズバってねインコースズバーンって行くボールってのはすごくかっこいいんですけど、うん、インコースってやっぱ体の近くでしょ、はい、ミスするとやっぱ痛い目に遭う可能性が高いんですよ、はい、ですから僕は一番遠いところにいつも標準を置いて、なるほど、投げるようにして、ままあ、ですから結論から言うと右ピッチャーがここでアウトコースを狙ってもね、はい、右ピッチャーがこっちで左のアウトコースを狙っても問題ないので、これはね、本当好き好きでいいと思います、今は、はい、昔はね、コーチの人多分対角線に左ピッチャーは一塁側、うんうん、右ピッチャーは三塁側に踏んだらってコーチしたと思うんですけど、はい、今はね、いろんな変化球を投げるピッチャー増えたし、はい、昔はね、まっすぐカーブ、スライダー、シュートとかね、はい、これぐらいしか、球種がなかった時代、はい、今はね、ツーシームとかカットとかね、はい、チェンジアップとかいろんなボールありますので、はい、僕はどっから自分の持ってる球種に対して、うん、いろんなところで足使う、これはありかなというふうに思う、うん、あと僕が現役時代実はインコースのまっすぐを投げるの例えばここだったとしますよね、はい、ステップがアウトコースはこうだったです、あ少し外にそうみんなほとんどのピッチャーは同じと こ,、はい、とこなんでこですけど僕はアウトコース、はい、インコースってこれぐらい足の踏み出す場所が違いました、はい、それだけそこにまっすぐそこにまっすぐっていう風に投げるようにしたので、うん、ですからそれだけで同じフォームでもコースを投げ分けられる、はい、僕はもうそういう風に、うん、あの同じまっすぐ体入れていってそこに投げるこっちにもまっすぐ入れて、うん、それでバレませんかとか、はい、よく聞かれたんでだけど、ええ、バレたことない、ね、足の踏み出す場所がねこれぐらい違ったってね、はい、分かりませんよバッターもね聞いたことないですね、はい、だからそれはよくあの自分の中で、うん、あのいつもこうやって消してたね相手ピッチャーに バレるから、あなるほど、うん、こうやってマウンド降りるときは、うん、自分でこう自分のステップのとこ消して、あとはもうちゃんと掘って全部幅広く、はい、幅広く掘って、うん、こうやって消してたこういうふうに、はい、まあ、そんなことやって、まあ、プレートの使い方、はい、そのような感じで僕は現役時代やっていました、うん、はい、特にそれこそプロではたくさんのピッチャーと対戦したと思うんですけど、うん、ピッチャーやってる人って、ま、あの対戦相手のピッチャーによって穴の掘れ具合だったりだとか違うじゃないですか。そうですね、いますね、はい、いろいろね同じになったりね、一番びっくりしたのはダルビッシュ君と投げ合って、はい、ダルビッシュ僕も結構足の幅広い方なんですけど、はい、ダルビッシュ君僕よりこれぐらい先出ててね、ちょうど僕のつま先がダルビッシュ君のかかとなんですよ、その惚れてる、そうめちゃくちゃ投げづらくて、はい、彼のかかとのところが僕のつま先がちょうど入るぐらいだったんで、もうめちゃくちゃ投げづらくてね、意外と惚れるの、彼だから僕がつま先がつくと惚れって入っちゃうんですね、滑っちゃうんです、うん、だからあ先が入っちゃうんで、すごく投げづらかったですね、特にダルビッシュ投手の時はダルビッシュ君はすごくあの歩幅がね、僕ね6歩半以上あるんですけど、はい、彼の足の大きさ知りませんけど多分7歩近くだったんじゃないかな、ね、こうよくプロ野球選手が何歩って言うのは、はい、これなんですよ、このプレートのかかとつけてこれで1歩なんです、1、2、はい、3、4、5、6、ほとんどのピッチャーが6歩半ぐらいです、はい、よく最初にやりますね、あの一番最初マウンドに上がった時に、ね、でもね俺ね、はい、それ一つまあいいや、まあ、これ物申してもしょうがないんですけど、はい、僕あれやったことないの。あ、そうなんですか。はい、僕はこうやってマウンドに足を置いて、はい、こうやってもうここだって、あ、確かに山本さんそうですね、はい、こんなのにしなくて普通にこうやってやってからこういって、はい、ここ自分で掘るの、あの当たるんですよ俺、はい、ちゃんとそれはもう長年同じフォームでやってきたからこその賜物ですよね。今5年ぶりにやりましたけど、はい、あの多分こんな感じだったね、こういっぱいこうやって、うん、こうやって、はい、1、2、そう、こうやって、このところこうやって、うん、こうやってやって、はい、こう鳴らして、多分こんな感じです、はい、だから一時やってる人多いよね、これね、はい、分かるだろうって毎日毎日投げてるんだから分かるだろ、大体で、みたいな、はい、
これいちいち面倒くさくねぐらいな感じで僕は解説で見てますいつも。なるほど、分かんねえかこうやって歩いててもこの間この人分かるだろお前みたいなこうやってでね、はい、もしかしたらこれ配信された後の試合ちょっとなかなかやる投手やる投手減るかもしれないですねいやいやまあ全然いいですよ、あれは自分のルーティンなんでね、はい、あれで落ち着くなら、うん、全然問題ないかなというふうに思います。はい、はい、まあ、それだけ自分のフォームに自信を持っていた、もう確実にここに踏むんだというものを分かっていての。そうですね、だから足の踏み出し位置っていうのは全力で行って全力で体重かけてるんで、うんうん、それ以上もそれ以下もないんですよね。はい、ですから必ずそこに着地するっていう、うん、はい、身長は変わらない限りは。なるほど、はい、ありがとうございます。そういう風でした。はい、はい、ありがとうございます。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。オービークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね、一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。